人気のある暗号チャンネル、コインビューローは、カルダノ ADA の価格が回復し、今後数ヶ月で史上最高値に達する可能性がある理由を説明しています。カルダノは、9月初旬に史上最高値の 3.1 ドルに急上昇しましたが、それ以来 59% を超える厳しい価格調整に耐えてきました。現在は 1.26 ドルで取引されています。コインビューローの司会のガイは、184万人の登録者に、カルダノはまだ強気である理由はいくつかあると語っています。幸いなことに、グレースケールのデジタル大型株ファンドなど、ADA にエクスポージャーのある機関投資家のファンドがたくさんあり、これらのファンドのいくつかは過去数ヶ月にわたって ADA を蓄積しているようです。カルダノは、多くの DApps を今後数ヶ月で展開される予定であり、これらは ADA が過去最高を克服するために必要な需要を生み出す可能性があります。大事なことを言い忘れましたが、ADA の長期テクニカルは、1.7 ドルのレジスタンスを破ることができると仮定すると、今後数ヶ月で4ドルまで上昇する可能性があることを示唆しています。ガイは、ADA が 1.7 ドルを超えない場合、トレンドの反転を意味する三尊天井を形成する可能性があると述べています。このような逆転は、ADA を2020年の最低値である 0.3 ドル未満に戻す可能性が出てきます。カルダノには、ADA を簡単に史上最高値を更新できるマイルストーンがたくさん控えているので、そうなるとはとても思えませんが。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。